えっと父があの登山が好きでよく登ってなんかこう多分自分で撮ったか人に撮ってもらったかあの山の写真が残っていてまあ父はもう亡くなったんですけどその若干のこう思い出と一緒にあこんな写真があったんだって見た時にこう自分が知らないものが自分の中にあるというかまあ父が言わなかったけど残したものっていうのをこう受け取るみたいな感じで。 もしお化けがいるとしたらそのすごく遠いあのもしかしたら山なんかじゃなくてこう山のように見える絶海の孤島みたいなその島全体が山みたいな感じのものがはるか海の彼方にあってでそこをその朝になるとその何かわけのわからないものを目指して山にこう登ってってで日が暮れると降りてくるみたいなことをこう繰り返してるんじゃないか。 でまるで根拠がないんですけどそういうこう核心っていうかなんか白昼夢的なこう真実っていうかなんかそういうのがこうすごくあのこういうのをこう書く原動力になって <music> その「終わり山の一日」っていうアニメーションがあって。 そのお化けが登山をしているっていうのが最初の作品なんですがあの長いアニメーションとしては。でそれがあのこうそこから全部こうつながって山の上にはじゃあ何があるかとかじゃあ山に実際に登ってる時のはまだ描写してないけれどもどういう風なスピードで行ってるかとかあとはその時の,その空の色はどうだとかそういうのをこう。 違うお話なんですけど他のアニメーションでこうポソポソとこうやってきたような経緯があるのでそれをこう一つのこう山の頂きから向こうの山を見るような感じで風景っていうかこう映像の風景を作ったらこう本当に山に登ったような考えとか感情とかそういう,こう経験みたいのが。 こう映像で囲んでその映像を見るっていうことであのできないかなと思ってでそれまあ,あの単体ではやってきたんですけど他の作品を越境してあの別な作品なんだけどそういう意味合いでつながっているのであのそのつながる部分を今回あの新たに書き足してこう映像から映像へ何かこう飛び出するようなあのモーションを作って。 でそれをこう山,の山,山っていってもこうちょっと高くなったところから向こうの山を見るみたいな感じでその映像の中にこう入っていくみたいなそういう,こう空間の経験みたいなことがちょっとこう映像とかアニメーションを通じてできないかなっていうのが今回のやろうと思っていることなんですけど。 椅子とか机とか役目を終えてしまったものがあのすごい自由になってるっていう椅子っていう生き物っていうかこう椅子っていう形っていうかそういうのがこうすごくあのシンパシーを寄せることができるようにやっとなったみたいなとこがあってでうちは得てしてそういうものがこう集まったりしてきて。いいらなくなくった学校の古い 木の机とか椅子とかがこうあったりするのでそれをあのこうまあ周りに置いてこうその上で描いたりとかまあその要するに道具として半道具として半なんかこうまあ眺めるっていうかこうちょうどというかこう家具みたいな感じで家にあるんですけどだからそれがこうまあちょっとこうオカルティックに言えば助けてくれるっていうかそれで今回はその。 山を作ろうと思ってだから机は本来こう書いたりこう何かするところですけどそこに腰掛けてで足にある部分をまたちょっと背の低い椅子とかを用意してでそのちょっと小高くなっているところを本当の山じゃないんだけど椅子だの机なので作ってでそのまあいわば書いたところからその映像へのこう距離っていうか。 あの幻ですけどそこからこう眺めるみたいなそういうこう、まあ、装置としてみんな助けてくれないですかみたいな感じで「招集」みたいな <laughs> 今回は山になってください <laughs> そういう感じがあるので <laughs> 子どもの頃小さいその遊びの延長から。 あの高校とかあの大学の頃あの高校の時の仲間とかとあの演劇をしてて役者に加えてもらってたので何かを考えるっていう時にあのこう身体的な表現っていうのがやっぱりベースに常になってるっていう一つの演劇を作るのに役者の配役を決めるみたいに。 どの人がどれでふさわしくてどれが必要で一個でも多くなったらもうそれであの完結してるのかっていうのがこうちょっとやってみないと分からないみたいなところがあってだからそういう,こうオーディションめいたものを頭の中で常にあ,のああでもないこうでもないっていうのをやってるようなまあ言葉で言うとだからあの絵を描くよりは。 考えてる方が長かったりとかして。